海と日本プロジェクトは、みんなで海について考え、未来へ引き継ぐアクションの輪を広げることを目指しています。魚をさばいて料理を作り、魚や海の大切さを考える日本さばける塾。今年も昨年に続き、アウトドアを満喫できる阿蔵森林公園で開催され、8組19名が参加しました。コロナ禍ということでですね、屋外で、そしてですね、家族で楽しめると、そういう部分の、趣旨も含めてアウトドアでお魚を楽しもうということにしました。さばく魚は新鮮なアジに、鳥取名物白イカ、そして高級魚として知られるノドグロ。ほとんどの子どもが魚をさばくのは初めて。苦戦する子もいましたが、楽しみながらさばいていました。まずそちらに皆さんそれぞれの食材を持っていってください。料理はアジフライバーガーに、アヒージョに、アクアパッツァなど盛りだくさんの全5品に挑戦。完成後には豊かな自然の中、鳥取の魚を味わいました。いろんな料理をやっていくことによって、いろんなバリエーションが増えますんで、もうぜひともチャレンジしていただいてですね、魚をどん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 さばいていただけたらなというふうに思います。日本さばける塾では、鳥取の魚や海について学ぶコーナーもあり、たくさんの恵みを育む海についてみんなで考えました。難しいところもあったし、だんだん慣れてきて楽しかったです。店で売ってるより自分でさばいた方が美味しいなって思いました。魚をさばく体験を通して、魚や海の魅力を感じる一日になったようです。海と日本、最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。